オールズモビルオーロラは1995年に発表されたゼネラルモーターズのオールズモビルディビジョンで製造されたフルサイズセダンである。オーロラは2ドアのビューイックリビエラと共にキャデラック派生の G プラットフォームを使用していた。1996年の98の終了と共にオーロラはオールズモビルのフラッグシップ車となり V 型6気筒エンジン搭載車は 88と LSS を代替した。オーロラには4速オートマチックトランスミッションのみが装着された。1980年代以来 GM はオールズモビルに新しい息吹を吹き込んでくれる車、曰く親父のオールズモビルではない。車を求めており、これが1960年代のオールズモビルトロネードからいくつかのデザイン上の特徴を受け継いだオーロラとなった。 オーロラが発表されるまでオールズモビルはブランドの再興を願いつつこの車を絶望していた。既存車種からの脱却の象徴としてオーロラにはオールズモビルのバッジ、カーオーディオやエンジンカバー状の文字は一切使用されなかった。その代わりに1997年のオールズモビルの車掌ロケットエンブレムの改定の前兆となる A の文字をデザインしたエンブレムが使用された。 オールズモビルは、モデルチェンジされた88やシルエット、カットラスやブラバダと共に、オーロラからデザイン上の特徴を借りてきたイントリーグや、アレエロのような他のモデルを発表して、オーロラを華々しく飾ろうとした。オールズモビルのロケットエンブレムもが、より薄い形状に改定されて、オーロラのエンブレムと共に用いられたのは、当時すべてのオールズモビルブランドが簡潔な、 オーロラに変更されるのではないかという噂が出回ったためであった。オーロラへと発展する初期のデザイン作業は1980年代末のごく早い時期に始まり、それは1989年のオールズモビルチューブカーとして知られる技術コンセプトカーで明確になった。全体形状が類似しているのみならず、車腹全幅にわたるテールライト、側面まで回り込んだリアウィンドウ。 窓枠のない窓といったチューブカーが備えていた多くの細かな要素が後の量産車の中に見て取れる。最終的な量産車とは異なり、チューブカーはピラーレスハードトップでドアは観音開き型であった。多大な研究と開発の後、オーロラは1994年1月31日に量産に入り、1995年モデルとして発売された。オーロラには、 デュアルゾーンエアコン、革表皮のシート、ウォルナット模様の内装アクセント、2ポジション記憶装置付き電動調節の前席といった、数多くの豪華で、先進的な装備が標準で備わっていた。現在の燃料消費率や、その他のデータを表示する、オンボードコンピューターも、標準装備であった。オーロラの4.0リットル V8、オーロラはキャデラック向けのノーススター V8 を元にした。 オールズモビル向けの4.0リットル L47、オーロラ V 型8気筒エンジンも、標準で搭載し、ノーススターエンジンと 4T-80、E 型変速機はオーロラに搭載されるまでは、キャデラック専用であった。オーロラの効力係数は0.32であった。当時、オーロラは洗練されたエンジン、素晴らしい組み立て精度、バランスの取れた乗り心地、 強固な構造で評価が高かった。実際にメーカーがボディ強度を測るために実施する通常の衝突テストの最中にオーロラのモノコック構造は GM のテスト機材を破壊してしまった。代わりに強固なトラックのフレーム用のテスト機材が使用されたが、テスト車両は乗用車用の連邦基準テストを2度も通過した。初年度のオーロラは4万5000台以上売り販売の 強さを見せたが、購入者の多くが、掲示価格を見てから去っていってしまったため1996年には、劇的に落ち込んだ。ビュイックルセーバー、ビュイックパークアベニュー、ビュイックリビエラ、オールズモビル88、オールズモビル98と、ポンティアック・ボンネビルとともに、すべての第一世代のオーロラは、ミシガン州、ベイクオリオンの工場で生産され、 1999年6月25日に生産を終了した。1995から1999に GM は 250HP5600RPM260 ポンドフィートトルク 4400RPM の4 0エルノーススター L47V8 を採用した。このエンジンを大幅に改造した 650HP 版は 当初1995年に始まったインディレーシングリーグで GM のレース部門により使用されたが、後に2000年のキャデラックノーススター LMP に使用された。双方のエンジンともに排気量は 4.0L であったが、ノーススター LMP のエンジンは2機のターボチャージャーが装着されていた。オールズモビルはもともと第2世代のオーロラ OV8 エンジンのみを 詳細し初代と同様に新しいビュイック・リビエラとプラットフォームを共用するより上の市場を狙った車にしようという意図を持っていた。これはオールズモビルにとってはアンタレスという名称で知られる4ドアの88の後継者を生み出す余地を持った計画であった。しかしビュイックはリビエラの開発計画を破棄したのでオールズモビルは資金難に見舞われ、 短期間でアンタレスオーロラに仕立て直さねばならなくなった。その結果今までと同じ G ボディを使用した新しいオーロラとなったが 4.0L ノーススター V8 エンジンは相変わらず 4T-80E 型変速機と組み合わされていた。2004年半ばにオールズモビルディビジョン自体が消滅したことによりオーロラの代わりに姉妹車のポンティアック・ボンネビルに V8 エンジンが オプションで設定された。オールズモビルは最初オーロラに V6 エンジンも設定していた。問題の V6 エンジンはオーロラの DOHC V8 エンジンから2気筒分削った LX5 型でショートスターと呼ばれていた。V6 エンジン搭載のオーロラは2001から2002年モデルのみに設定され2002年半ばには生産は終了した。 このオーロラは競争力のある豪華4度アセダンであったが話題にはならず販売も初代と同等であった。これにはいくつかの理由があるが新しいオーロラと新しい2002年モデルのブラバダにも同様にその最大の理由は2000年12月に GM がここ数年でオールズモビルブランドを廃止すると発表したことが影響していた。オーロラは そのユニークなデザインを未だに保持していたが、デザイン上の特徴は、その他のオールズモビル車とも共通しており、同様に多くの部品を他の GM 車と共用していた。これは、初代が持っていた他のオールズモビル車との隔離性を放棄したことになった。第二世代のオーロラでもう一つ特筆すべきことは、初代よりも全長が6因短いことであった。オートモビル氏は、 オーロラの新しい外観は、初代のものに比べ取り立てて美観に訴えた理由まで、あると感じさせるものではない。と記したが、オートチャンネルレビューは、あらゆる観点からも良くなった。と評した。第二世代のオーロラは1999年11月10日に、量産に入り、2000年2月に発売された。最後の V6 エンジン搭載のオーロラは2002年6月21日に、 最後の500台は2003年3月28日に工場から出荷された。最後の500台はすべて特別なバーガンディ色に塗られ、特製のクロームホイールとフィナール500のバッジが装着されていた。ミシガン州レイクオリオンの工場では合計71,722台の第2世代のオーロラが生産された。オーロラの最も近い後継者は、 ビュイクルサーンとキャデラック STS で、両モデルともに異なるモデルのノーススター V8 エンジンを搭載している。両世代のオーロラの生産数。ありがとうございます。